帯タイガーサラマンダーは、トラフ参照ウオカトラフ参照ウオ族に分類される、ユーオ類。アメリカ合衆国、カナダアメリカ合衆国、カナダアメリカ合衆国、メキシコ全長20から25センチメートル。和名の帯と英名のバードはほぼ同義。しかし亜種により、退色や反紋に変異があり、和名や英名のように帯にならない亜種もいる。暗き色の退色に黒い斑点が入る。 緑褐色の体色に不規則な黒い斑紋が入る。黄色い体色に黒い横縞模様が入る。以前は、タイガーサラマンナーの足とされていた。しかし近年は、タイガーサラマンナーの元足を除いた足を分割し、本種の足とする説が有力。森林や半砂漠地帯に生息する。夜行性で、昼間は小動物が掘った巣穴などで休む。 地域によっては共食いを行い大型化することもある。逆に寒冷地や乾燥地等の地域では、養成の期間が短く大型化しないとされる。食性は動物食で、昆虫類、節足動物、甲殻類、陸生の貝類、小型両生類,類、小型爬虫類、小型哺乳類などを食べる。ど欲で目の前で動くものには食いつく。繁殖形態は卵生。や、 水たまり等の卵を捕食する生物のいない、湿水中に卵を産む。環境によっては、養鶏成熟する。アリゾナ州では州を代表する、両生類に選ばれている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に元足が流通する。アリオ類の中では丈夫で、餌付きやすいことから陸生有オ類の飼育入門種として紹介されることもある。 テラリウムで飼育される。大型種のためやや大型のケージを用意する。水苔や、腐葉土などの床材を敷き、流木や、コルクバーグ、植木鉢などを設置してで隠れ家にする。全身が疲れる水容器を用意する。カエルツボカビ症の電波や、定着の危険性があるため、一度飼育した個体を生き、してはいけない。ありがとうございます。